はい、こんばんは、みかもりワイフです。今日は先日の台風でなんと貯水葉が蒸れてしまって、これのカットの仕方と、リドレーをつけていきたいと思います。かなりコンポストが大きいので、薄めにしていきますね。ではまずは、貯水葉の処理からなんですけど、通常はハサミで、例えばここだけが蒸れてるっていう場合は、このハサミ先がカーブしてて結構切りやすいんですよね。こういう感じで切っていきます。でこの時にハサミがあんまり切れ味悪いと、なんかそっからもまたなんかうまく蒸れが解消しなかったりするので、ハサミいいやつがいいです。でもこれ100均なんですけど、とりあえず切れるハサミで、こういう形でちょっと蒸れの外側から切っていってしまいます。で例えばここで蒸れが終わってたら、これでこれ終わって、蒸れが終わってると仮定して、こんな感じで切って離してしまえば、それで蒸れは止まるんですけど、今回はこれ全部蒸れてるじゃないですか。もうこの辺まで蒸れてるので、これそのままにしてると、このくっついてる隣の貯水葉の新芽の方にくっついてるところから、ここも一緒に蒸れてきます。新芽の方も蒸れてこないように、もう今回はここ中の方まで蒸れてると、こうハート型に切ったとしても多分取れてしまうので、今回はもう葉っぱを切断っていう形になりますね。多分切れちゃうと思うんですね。切れちゃいますね。ここまで蒸れてるので、こうやって切っちゃうとやっぱりここも取れちゃいますし、今回は取っちゃった方が賢明ですね。綺麗に切っちゃった方が。そうじゃないと接触しているこの辺から一緒に隣の葉っぱまで蒸れてくるんですよ。なんでも今回は取っちゃいます。台風の時に一時リビングに避難してた子なんですけど、その時に扇風機も当ててたんですけど、やっぱり通常ハウスで、扇風機開けててる時は業務用の大きい扇風機で当ててるので、家の扇風機じゃちょっと間に合わなかったっていう感じで、今日ぐらいから蒸れてきました。群れが広がってて、もう切断という形になりました。本当にその時なんか同じ場所に置いてても全然昨日まで大丈夫だったのにってことがありますよね。だから夏場は冬場よりもちょっと多く見ててあげるってことが大事ですかね。冬は冬で温度が、また温度管理難しいんですけどね。手で取っていってもいいんですけど、ちょっと切って、結構な量切るので。こんなぐらいかな。もっと低くした方がいいですね。こう合わせながらどこまで取るか決めてください。置いてみて、ちょっとまだ左が高いんですけど、もうちょっと外そうかな。ここはどうせ切るとして、こっち側も
これくらいでかなり外したんですけど、これくらいでつけていきますね、今回は。はい、じゃあ水苔をつけていきます。ここの間の方が、この貯水とここの貯水の間にきれいに入れながら、ここはもう埋めてしまう形でボール状に、半球状につけていきます。この辺ですかね、位置は。で、水苔はもし絞りたてだったら、リドレの時だけは私しっかりめに絞っています。もう群れが怖いっていうのもあるので。少しヘッドを上げるような、この向きで上げるようなイメージで、水苔詰めていきますね。できるだけこの新しい貯水葉に触らないように、傷つけないようにやっていこうと思います。高さ出しでわざとさっき取ったヤシチップ入れてみました。これ高さ出すぎるな、これだと。ちょっとだけ。少し上げたいので入れて、あんまり水苔の量が また増えるとまた蒸れやすくなるので、下のベースにはコンポストがぴったりくっついてるような感じで、そこの下にはあんまり水苔を今詰めていません。表面だけですね、今。でこれで一回巻いて、足りなかったらまた水苔足していく形にしますね。板の中心より若干下目でついています。私ちょっとつけていくと少し上に上がってきちゃうのでね、これぐらいで。成長点のちょうど、横ぐらいからの入りで、ここの入りですね。で、巻いていってます。株の中心ぐらいをよく糸通ってるような形で、結び目は水苔の上でしっかり強めに結んでください。最初から下全部を完璧に巻こうとしないで、6、7割形が取れてればいいかなぐらいで考えて、上も巻いてみて、それでまたバランス見ていきましょう。一気にやろうとしないっていうのがコツかなって思います。で、今この新芽の貯水葉に回すときには結構慎重にやってください。今だったら成長点が少しずれたり、向きが少し変わるので、今でフィックスするような感じですね。ちょっと上の水苔が足りないのと、少しここが平らになっているので、本当気持ち足すっていうのと、この辺がこの辺りが足りないので、そこも足していこうかなと思います。
じゃあこれで巻きを収めていきます。こんな感じですね。はい、今日も見てくれてありがとうございました。今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。